はい、こんにちは、ヒストリカの岡安です。はい、今日はついにこの日がやってきました。そうですね、うん、下がり松の整備体験ツアーということで、うん、当日の朝参加者がね、今日、うん、本当ヒストリカをきっかけに下がり松知ってくれた人とかもいて、申し込みをしてくれてるらしく、まあ、何人かいましたね、うん、実際どれぐらい来てくれるんだろうね、ちょっと読めないですけど、うん、まあ、いろいろちょっと交流とかできるといいですね。そうですね、はい、その辺も楽しみつつ、あとは今日は僕たちがまだね、歩いたことがない道があって、うん、タージから下がり松までのこう抜ける道があるんですけど、うん、とても楽しみですね。そうですね、はい、という感じで今日一日頑張っていきましょう。はい、漁船が待ってますんで、それに乗ってここにまた戻ってくるというコースになりますんで、まあ、大体5時頃終わるような感じになってますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあもうスタートしてよろしいですか。はい、ついに始まりましたね。出発しましたね。いや結構大所帯だよ。いやすごい、めちゃくちゃ多かった、うん、え、20人近くいるのか。下がり松があれだね、100年ぶりに過去最高の賑わいを見せるかもしれない。いや本当だよ。でも今日はなんだっけな、この後タージ、うん、行って、で池って呼ばれてるところにも行けるらしいんで、そうね、そこが楽しみだな。初めてのところも多いですね、うん、この辺他にもあるんですか、こういう。いや、ここまでしっかりしたのは動画前半にあったところって、はいはい、あれもありますね。奥の方までずっとありまして、17、8枚あります。こういうものがまあ大小ありますけどね、様々ですけど、ずっと段になってて、浜に着きましたね。あ、ここいいですね、フォトスポットですね、ここシャッターチャンス、シャッターチャンス。こっちが釘原、ここがアマチュアの動けなくなって、それを使わないと年間70頭ぐらい取ってくれてます。林からっていうあの水産会社も来てて、それクジラさばいて。でも岐阜の方はやっぱみんな山好きですよね、山なんかイメージですけど、あのアウトドアショップめっちゃありますもんね、めっちゃありますね、岐阜市とか。ここが今日の日のためにすごい綺麗にしていただいて、めちゃくちゃ綺麗になってるね。遺跡感増しましたね。やっぱ石垣がねしっかり見えてるとね、で下がり松のあっちの方もちゃんとこういう風にやっていくんだろうね。今日いよいよ下がり松中心部ですね、うん、あ、どうぞ。はい、じゃあそろそろかなり自由に楽しむ、楽しんでますね。今からちょっと作業を、うん、やっていきます、ね、今日は道をきれいにするんですね。まあでもこの人数でねやったら相当きれいになるだろうね。この辺のメインストリートをね中心に、まあ落ちてる葉っぱなんか吐くだけでもきれいになりますけどね、高ぶるね、刃物見るとやばいやつだろそれは犯罪者の心理なんですよねそれ。草刈り我慢大みたいな。結構綺麗になりますね。結構なりますね。だいぶいい感じですね。岡谷さんは今日ここの草を全て刈り切るっていうことを目標に してください。え、ここ、ここ、この一帯。いや別に向こうまで行けるよ余裕。僕の中の草刈りがの獲物を狩る方の狩りになってるうるさ、ハンティングの方の狩りになってる。
もうその域に達した、うん、この短時間で楽しいもんほら。じゃあのちゃんとビフォー撮っとくんで、後でしっかり成果見させてもらいますねお、安藤も参戦する、うん、ちょっと俺は岡安の 1.5 倍は動けるからすげえ遺跡の発掘みたいになってる。かつての石畳が。いやすごいな。普通になんか土がかぶってるだけだと思ってたら。こうやって埋まってるんだねやっぱり道が。あこの横水路だったんだ。へえ。まあ、それ埋まっちゃうよな。でもだんだんなんか少しずつ当時の姿がね。見えてきたな。これミミズらしいですけど。でかすぎる。すごいですね。僕の手と比べると、すごい。これ生きて、あ、生きてるな。怖っ。こんなでかいミミズ初めて見た。サガリマツさんのミミズですね。これが。すげえな。昼食タイムでなんですが、お疲れ様です。お疲れ様です。かまどまである。あ、なるほど。汁物を温めてるんだ。あれが豚汁さん、きっと。美味しそう。豚汁と。いや、素晴らしいな。あったかい豚汁ありますから。あー、いいっすね。すごい。豪華だ。みんな遠慮してもらおう。ありがとうございます。うわこれは。いやでもこれは嬉しいイベントだね。いやこれ、うん、テンション上がりますね。じゃあ我々もいただいちゃいましょう。豚汁めっちゃうまそうだ。いただきます。うん。染みた。染みる。炊き込みご飯みたいな感じかな。うわめっちゃうまそう。まさかこんな豪華なお弁当が出るとはな。美味しそう。これが魚なんですかね、フライが。うん、そうだね。あでもご飯も魚が。君の好きな唐揚げもあるよ。本当だ。唐揚げだけは好きだから。うん、子供なんだよな。みんな好きだろ唐揚げは。いや海青いわ今日は。すごい。あやっぱここな。いやもっと下だっただろお前。いやそうだよ、分かってる。ベストポジション危ねここじゃないんですよねベストポジション。あなたのよく覚えてた、試したのなんか言ってますけどもっと下ですよ。そう、はい、もうちょっと下行くと、うん、僕のベストポジションがあるよっていう話ですよ完全に今間違えてましたけど大丈夫ですか。岡安さんここっすよ。岡安さんのベストポジション。はい、ここどうですか。めっちゃ綺麗ですよね。すごいですね。めちゃくちゃ綺麗です。ご飯まで全部見える。嬉しいですわ。何が。いや僕の場所をなんかみんなにこう喜んでもらえて。いやお前の場所じゃない何勝手にお前の場所にしてんの僕のお気に入りの場所は、ね上っすね。
トレッカさんの動画でおなじみの。なんかここは子供が通った道なんで、うん、しっかり道を作ってるらしいですね。全部石畳、見事に。わ、すごっ。全部石なんですよね、この下が、うん、見事に。でね、苔の種類が本当にたくさんあるね。うん、全くわからないんですけど、これ珍しいし、わかんないけど、でもこっちもまた違うじゃん、種類が。ジャイアントコケ。これはスモールコケ。これは中ぐらいコケ。ダメだ。めっちゃ綺麗だ。安藤の語彙力が追いつくか。コケの玉手箱や。これは全部石です、これ。これもずっと船着き場まで続いてるんでしょうね。うん、すごい努力。これすごいよ本当に。これ途方もなさすぎるね。うん、ここが船着き場。着きましたね。おお。今から三木浦に帰ります。あ、大きい船だ。ああ。へえー。これ釣り堀だったらしいですね。え、このツアーすごいね。いいっすね、疲れが吹っ飛ぶ。盛りだくさんだな。あ、釣り人がいっぱいいるわ。ね、楽しそうだ。海側から見るのもまた新鮮だな。ね、船に感謝。さらば船。あの、お名前書かないでいいんでね、あの、忌憚なく、あの、何でもおっしゃってください。はい、すいません。はい、ということで、整備ツアーを終えて、あの、はい、まあ、僕たちの家と言っても過言ではないね、あの、ワイハウス三木浦ゲストハウスに今回も帰ってまいりましたと。はい、いや、どうでした？人生で初めて草刈りを楽しいと思う。確かにね、あのやるまであんなに楽しいと思わなかったよね。確かに。なんか必要だからやるって感じだったんだけど、うん、やってみたらなんか楽しくてやってるみたいな。うん、こだわり出すとね、うん、一生そこをやり続けるっていう。それはもうね、あのゾーンということにして、その現象のことを。まあ、好きな人は好きだろうね。うん、いや、結構ね、ゾーン入ってる人多かった。確かに、うん、まあね、視聴者の方もあの何名か参加していただいてね。あ、本当にね、嬉しかったね。20代から40代ぐらいの、うん、結構幅広い、皆さん気さくでいい方でしたね、本当に。ね、共通してたのはめちゃくちゃアクティブな方々だったって。やっぱりね、こういうのに参加してくれるぐらいだから。そう、日常的にいろんなところを歩き回る人がね、
そうですね、視聴者の人と話す機会ないんで、うん、やっぱ話せたのは良かったですね。そうですね、非常にいい回でしたね、はい、でやっぱあの数集まってまとまってこう作業すると、うん、あんなに綺麗になるんだね。確かにはかどったね、うん、今日は石畳の通路とか、うん、こんな輪郭だったんだみたいな見えてきたりとか、うん、ここに石畳あったんだみたいな、そう発見もあったり、ね、なんか発掘調査みたいな、本当にそうだよ、ね、綺麗にしていくとなんかどんどん新しいもの見えてきて、うん、それもすごい良かった、いい体験でした。で、今日みたいな整備ツアーをまた来月5月の27日に、まあ、僕たちも一緒にまた開催させていただくことになりました。やみつきになっちまったんだよな禁断症状が出ちゃうんです、ね、視聴者さんも参加していただけるんで、まあ、もし良ければね、予定合う方は今回のを踏まえて次回さらに皆さん楽しんでもらえるような内容に改善していく、うん、今回来れなくて、まあ、次回来れるっていう方もね、うん、ぜひ参加していただけると嬉しいです。まあいろいろ変わってるんで詳細はまた、うん、概要欄とかチェックしていただけるといいかなと。だからより参加しやすい感じになってると思います。そうだね、うん、でこれはなんか今後もどんどん続いていくものなので、そうだ、ね、僕たちもずっとやっていけたらなというふうに思ってますので、はい、その辺も見守っていただけると嬉しいです、はい。まあ、ちょっとね醤油壺 T シャツについて僕は、あ、これね、うん、これ仕方なく着てるよ。そう、まあ、僕らのユニフォームになった醤油壺 T シャツなんですけどね、マジいらんけどね、だけどいや結構反響大きかったじゃないですか、醤油壺 T シャツ、まあ、やっぱみんなふざけてるだけだからね、皆さんふざけてるだけですよみんな、まあ、僕の感覚が正しかったっていうことだと思うんですけど、いや踊らされたって、やっぱ欲しいっていう人も結構いて、前あげたウレの動画醤油壺 T シャツについてのコメントがいっぱいついたんですけど、うんうんうん、僕数えたんですよ、うん、で明確に欲しいですって言ってる人を数えたんですよ、うん、そしたら、うん、ちょうど12人ぐらいでした。おなんかそれ世界に12人しかいないっていう話だったよね、醤油壺ファンは。そうそうそう、醤油壺ファンは世界に12人しかいないんですよ、うん、なんで僕の説立証されたなっていう。おなんでグッズとして出したら12枚売れるっていうことですね。だからもういらないよね、そんな。まあどうなんだろうな、なんか、まあ、ちょっとグッズとかね作ったことないんで、うん、ちょっと買っても分からんし、まあ、色とか結構好み分かれると思うんで、なんでもしグッズ化するってなった場合はそういうところをアンケートで取りながら、うん、まあ、ベストな醤油壺 T シャツに仕上げていくっていう感じにしたいと思ってます。まあ、結構ね気に入ってくれた方が多かったんで、まあ、ちょっと、まあ、そういうのをなんかいろいろ調べてみて、まあ、できそうだったらやるぐらいかな。まあそうだね、なんかこんなものが本当に人の役に立つんであればまあなんかいいかなと思うけど、まあ、そういうつを世界救いますか、まあ、アンケートは取ってみようかなと思います。でアンケートの結果次第であこれはやめた方がいいなってあったらもうやめますうんうん、うん、そうしようかじゃあ、はい、やってみようじゃあそれは、うん、っていう感じですね。まあちょっと反響すごいいっぱいいただいてたんで、とりあえずこういうあれを取っときましたって感じですね今回。そうですね、まあ反響いただいたこと自体が嬉しいので、まあ、でも、まあ、グッズ化するっていう話ではないんで、ちょっとそこはあんまり12人のね醤油壺ファンも熱狂的なんで、でもちょっとその辺期待させちゃうと、うん、申し訳ないんで、ちょっとそこだけ、ね、確かに暴動が起きるかもしれない、ね、そうそうそう、うん、まあ、そこはね、まあ、検討してしますっていう感じですね、うん、はい、うん、その辺それがいい、はい、はい、ということで今回は整備ツアーのご様子をお届けしました。この動画がいいと思ったらまたグッドボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。で皆様のコメントもぜひお待ちしておりますので、こちらもぜひお気軽に書き込んでみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。動画のご視聴ありがとうございました。ヒストリカは地域のこれまでの歴史とこれからの歴史を発信する地方創生メディアです。このチャンネルを気に入っていただけたらぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。